英語式水陸両用不評戦闘車もしくは ZBD-05 は中華人民共和国の水陸両用不評戦闘車。中華人民共和国は63式水陸両用戦車、77式水陸両用装甲兵員輸送車等を更新するため ZBD2000 として知られる水陸両用車ファミリーの開発を行っていた。この計画は4種類の 水陸両用装甲車ファミリーとして結実し、中国人民解放軍海軍陸戦隊に装甲突撃者、不評戦闘者、指揮者、回収者が配備されることとなった。05式水陸両用不評戦闘者は 105mm 砲を搭載した火力支援型に続く2番目の型として開発された。砲塔は零4式不評戦闘車の砲塔を小型化したものを搭載している。 主武装は BMP-3 に搭載された 2A72 を原型とした 30mm 機関砲に変更し、砲塔上の 12.7mm 機関銃は省かれている。スモークグレネード発射器は砲塔の左右に4連装2機装備されている。発射器の配置は火力支援型の水平4機を並べた配置から砲塔が小型化したことにより、 中央二列の配置に変更されている。乗員は、社長、操縦手、砲手の三名。操縦手は、車両前方左側、社長と砲手は、砲頭部に登場する。これに加えて、兵員八人前後が登場する。兵員は、車体後部のドア、または上部の四つのハッチより上行する。エンジンは、車体前方右側に配されている。行動に際し、 地上では離帯を用い、水上では2機のウォータージェットにより推進力を得る。第六型、ZBD-05 式スミカと、2013年2月7日閲覧、AB マイクペリー、チャイナ、S ワンダフルウォータータクシー、2013年2月7日閲覧、ABZBD2000 アンフィビアスファイティングビヒクル、s i n o d、F、e n、c、e n c e c o m 2013年2月7日閲覧。投ビ首霊語式ミカ。2013年2月7日閲覧。第06型。ZBD- 霊語ミカほ。2013年2月7日閲覧。ソースにより5から10人と幅がある。ありがとうございます。